こんにちは、速稼塾の久保の宇宙戦艦ヤマト考察でございます。タランっていう副官がいましたよね。で、これね、確かオリジナルバージョンというか前作では、元々のアニメ作品ではタランっていう人はね、なぜかね、なんか2パターンいるんですよね。ちょっとこうほっそりめのタランと、それから顔は似てるんだけどもちょっと太めのタランと、で、自己主張が強くて私たちの印象に残ってるのはこの太めのタランで、これは主に第2作目ぐらいから出てくるんですよね。宇宙戦艦ヤマト2とか、さらば宇宙戦艦ヤマトみたいなところに出てくるんですよ。で、一番最初の宇宙戦艦ヤマトに出てくるタランはどちらかというとそんなにセリフも多くないし、副官ではあるんだけどもヒスの存在感が強くてですね、あんまり印象に残ってないんですよね。で、この矛盾をどうするのかなと思って今回のリメイク版見てみると、タランっていう副官は兄弟で副官をやってるっていうね、絶妙な設定になりましたね。はい、それで、ガミラス本線に残るお兄ちゃんのタランと、多分弟のタランがデスラー艦に同乗している、本当にまあ副官と言えるような立場、側近と言えるような立場なのかなと思います。まあ銀河英雄伝説でいうとラインハルトに対するキルヒアスみたいな、そんな位置なのかなと思いますよね。なんか一部友達みたいな感じでタランとデスラの関係をまあ垣間見ることもできたりとかね。で、今回の2205スターシアの予告編でもタランがデスラをね、しっかりとこう受け止めて支えているところが、なんかね、単なる上司部下じゃなくって、まあ、友情に強く裏打ちされたものも感じるなと思うんで、まあ、このタランとデスラの関係もね、もしかしたら家族ぐるみの付き合いだったのかもしれませんし、場合によってはランバラルが、ガンダムのね、ランバラルがセーラさんをね、アルテーシアさんを擁護していたように、もしかしたらタランの一家っていうのはデスラーを総統というね、地位につけるためにずっと帝王学を施していた家庭教師みたいな、まあバカ殿様で言ったら G みたいなね、 G みたいな関係なのかなと日本で言うとね、そういう風に垣間見るわけなんですよね。さあ、それで、それはまあ前置きというか余談なんですけども、どうもね、宇宙戦艦ヤマト見てみると、どの宇宙人も自分の国の星の、まあなんて言いますかね、国民をですね、どう生き流れさすかによって旅をしたり、いろんな戦いに出向いていくってことが垣間見えるんですよ。まあ例えば一番最初の敵であるガミラスなんですけども、デスラ総統はガミラス星そのものの生命力がなくなってきて、このままだと10万年以内にガミラスっていう星は滅んでしまうかもしれないっていう風な研究結果が出たところから、こう宇宙侵略の加速度っていうのを強めていって、マゼラン星雲をはじめ、まあ我々のいる銀河系にも手を伸ばしてきたってことなんですよね。で、逆に言うと、そこまで勢力を伸ばしていってもガミラス星人が移住する、まあそういう風な惑星が見つかってないってことなんですよね、きっとね。条件はあってもやっぱり寿命が短かったりとか、条件はあってもそこにはすでに先住民族がいたりとか、いろんな難しい問題があって、で、銀河系までこうね、14万8000光年ですが旅をして来てみたら、あ、地球っていうところはいいんだけども惑星改造にしばらく時間がかかりそうだなと。じゃあまず冥王星前線基地に有性爆弾の基地を作って、それでまあ環境を改造しようかなっていうね、そんなところに来たのかなと思うんですよ。まあこれは後日、皮肉にもガルマンガミラスっていうね、銀河系中心部に、さらにガルマンガミラスの祖先となるような、ね、星を見つけることによって解消はするんですけども、まあ、第一作目はそんな感じで、移住する先、あくまでも滅びゆくガミラスを守るためにデスラー総統は政権を取って、地球という自分たちの新しいね、新天地を奪取するために戦いに赴いたのかなと思うわけなんですよね。おそらくこの時点でガミラスの国民っていうのは一部の人以外には知らされていなかったんじゃないですかね。その何が知らされてなかったかというと、移住先が地球っていうところは知らされていたんだけども、地球にはすでに先住民族がいて、そこの先住民族をなんとかね、追い出さない限り、もしくは根絶やしにしない限り、プラス環境改造しない限り、移住がスムーズにできないってことは知らされてなかったんですよね、きっと。で、調査のために1年から2年かかりますみたいなことをガミラス国民には、一般国民には知らせていて、一部の軍首脳部だけが、まあ、地球との海戦を進めていたのかなっていうところを想像しますね。で、それに対して地球も生き延びるために、最初は宇宙戦艦ヤマトで移住先を見つけるために脱出船という意味で作ったんですけども、コスモクリーナーっていうものの存在をね、ほのめかされた時に、じゃあこの宇宙戦艦ヤマトは移住して
次の地球を見つけるためじゃなくて、地球の環境を変えるためのコスモクリーナーをもらいに行く、そういうふうな船に使おうということになったんですよ。でもその時点でガミラスをどうするかってことはほとんど決まってなかったとも言えますよね。どうするつもりだったんでしょうね。たまたま旅をしてイスカレンダルに到着した時にそこにガミラスもあったから、まあ良かったっていうかね、うん、ああいうふうな流れになったんですけども、どうだったんでしょうね。はい、じゃあ宇宙戦艦ヤマト2なんですけども、ここではですね、ゾーダー大帝率いる白色彗星帝国っていうのが出てきましたけども、この白色彗星帝国はどうなんですかね。どうも、白色彗星帝国という人口の天体の中に自分たちの国家を作って、もう宇宙を飛び回ってね、自由に気ままに動いていたというふうには見えるんですけども、もしかしたら作品には語られていないけども定住地を探していたのかもしれませんね。ユダヤの民みたいに自分たちは宇宙をあっちこっち股にかけて旅をしているんだけども、でもやっぱり落ち着く先が欲しいよねとかね、思ったりとか、あとは放浪にも限界を感じて、なんとか彗星が崩壊する前に、白色彗星が崩壊する前になんとか足場を作ろうとしていたのかもしれないですよね。ちょっとその辺よくわかんないです。ただやっぱり侵略のための侵略だったのが白色彗星帝国だったような気もするんですけどね。で、第3作目は、まあ、まさにね、ボラ連邦とガルマンガメラス帝国の戦争に巻き込まれて、宇宙戦艦ヤマトが第2の地球探しに行くってことだったんですけども、これもなかなかね、候補の星は結局最後まで見つからなくて、惑星ファンタムっていうところも、まあ、コスモ生命体、つまり惑星が生命体だったってことに気づいて、まあ、そこに住むことは叶わなかったということでね、第2の地球探しを、まあ、諦めたというストーリーになりましたね。で、最終的にはこれはハイドロコスモジェーン法っていうのがね、あれですよね、シャルバト星からもたらされて、地球は事なきを得たってことになりますけどね。そしてそのシャルバート星の元となるところがアクエリアス、古代アキエリアス文明であったり、テレサのいる星も、まあ、アキエリアスに端を走っていたりで、スターシャ、サーシャのいるイスカンダルももともとはアキエリアスにその源流があったということになるのかなと思いますね。で、最後宇宙戦艦ヤマトの完結編も結局は自分たちの星が滅んじゃったんで、水没しちゃったんで、自分たちがこれから新しい新天地を求めて地球に目をつけたってことなんでしょうね。そう考えると、白色彗星帝国もそうなんですけども、多分異次元でなかなか暮らしにくくなってきたから、次元を超えて地球っていうところが欲しかったのかなと。機械化文明が進みすぎて、まあデザリアムは脳みそさえあればもう人間はやっていけるようになっちゃった。でもある時生命的な限界に気づいて、生物学的なね、生命、まさに大地を踏みしめる足が欲しかったとアルフォン少尉が言われてましたけども、まあ、そういう風にね、原点回帰してきたのかなと。一周回って科学文明っていうのは自然により近くなってきたってことなのかなと思いますよね。まあなんともね、この宇宙戦艦ヤマトのヤマトやトワニっていうのは科学文明に進んできて、それを反省させる意味でも高度経済成長の私たちに何かね、警鐘を鳴らしたような作品だったのかなと思います。同時に宇宙戦艦ヤマト2も冒頭の方で古代が言ってましたよね、佐渡先生って、本当に地球はこれでいいんでしょうかと、僕たちは確かに地球を元の通りの姿にした、地球を救った、でも地球を救ったんだけども、今地球は物質文明の極地といって、使っちゃ捨て使っちゃ捨て、そして戦争も起きないのに新しい新造戦艦をボンボン作って、それに酔いしれている、平和を無駄遣いしてる、本当に僕らはこんな未来を作りたくってあの旅をしてきたんだろうか、沖田艦長をはじめとする乗組員はこんな地球のために命を落としたのだろうかって、すごいね、疑問を感じるところがありましたけども、あそこもね、当時高度経済成長のピークともいえるバブル直前の日本に、もしかしたらこのままじゃ危ないんじゃないかなっていうふうな警鐘を打ち鳴らしたように思えるんですよね。さあ、総じて言えばですね、どんな惑星の国民も、それこそデザリアムにしてもデスランにしても、もしかしたら、ね、ゾーダ大帝にしても安住の地を求めて安住の地を戦火にさらしたのかなと思いますよね。そしてこの宇宙の中になぜか地球だけが生命を宿すのに非常に貴重なポジションを持っているのかなと。
いうふうに思わせてくれる作品でしたね。地球ってのは本当にね、2、3年に一度宇宙の果てから来た超科学文明に襲われて、本当災難が尽きないんですよね。宇宙船が読むと、なんで地球がここまで総攻撃食らうんだみたいな感じですよね。だったらイスカンダルに移住するっていう人いなかったのかみたいなね、シャルバートに最初から移住するって言った人はいなかったのかみたいな、そんなこともありますけども、科学がいくら進んでも安住の地はなかなか宇宙に探すのは難しいと。そして安住の地は実はね、私たちの心の中にあったんじゃないかなって思わせるような作品、宇宙戦艦ヤマトでした。じゃあまたね、感想について勝手なことを喋り合っていきましょう。いってらっしゃい。